ファイナルゲーム、そこから逆転で TT 埼玉のペアがゲームオールに持ち込みました。ゲームカウント1対1、ファイナルゲームは6オールからスタートします。手前が岡山ペア、向こう側が埼玉ペア。ストップから入りました。ドライブの応酬、松山声を出しました。最初のポイントは TT 埼玉。こういう引き合いではもう1ゲーム目からほとんどあの松山、高見が点数取ってるんですよね。チキータストレートへ、今度は3でのドライブ、はい、セブンオールです。森園は苦しみながらもですね、あそこストレートにうまくあの押してですね、でそれをやっぱり三瓶が前で処理すると、こうなるとやっぱり有利になりますよね、はい、エッジです。8-7、考えを巡らせます松山。トップ高見のチキータ、松山のドライブ、ストレートに打っていきました。モーレゴードもガッツポーズ。この回り込み、素晴らしいですね。そうですね、倒れ込みながらストレートに持っていきました松山勇気。8オールです。ロングサーブを使う、ロングサーブを使って高見もしっかり対応したんですが、それをさらに待ってましたかね。いや反応ですかね、そうですね、値接近のカウンターですね。森園三瓶9-8、これで次は森園のバックサイドに持っていくでしょう。そこを森園がどう読んでいくのか。はい、9-8、サインを出します。サーブが重要ですね、今度。ストレートでした。もう一回ロング出しちゃいましたね。ロングだったらもう絶対ストレートに来るしかないんですよ、はい、あれをクロスに持っていくと逆に詰まって浅くなってしまいますからね、ストレートだとこうやって深いところに持っていけるんですけど、はい、いやーまさかロングサーブもう一回行くとは思いませんでしたね。9オールです。第1マッチから大熱戦です。森園のレシーブです。チキータ、厳しいコース、松山食らいついた、TT 埼玉のポイント、マッチポイントを握りました。10-9、サンベがねいいコースに打ったので、今もう森園もね先にちょっと回り込んでしまったんですよね、はい、そこがやっぱりそこを見られてしまいましたよね。一瞬の出来事でした。高見のサーブ、森園のレシーブ、もうチキータストレートにいった。TT 埼玉のペアが11-9。渡辺さん、最後あのよく岡山リベッツは森園正孝、三瓶光慶、青森山田、高校時代に全日本選手権で優勝、三瓶は今年の全日本選手権でもダブルスで優勝しています。 TT 埼玉は松山、高見の愛工大ペアでした。
ダブルスいかがでした？そうですね、1ゲーム目やっぱり3名がうまくこう森薗のニードを引き出す前でのプレーっていうのを徹して、お、これはちょっと岡山ペア行くのかなと思ったんですけれども、台から距離を結局取るラリーに持ち込んだ埼玉ペアがですね、2ゲーム目をまた逆転されて、また逆転で取ったことがやっぱり流れをそのまま持ってっちゃいましたよね。はい、TT 埼玉の松山雄貴、高見正輝ペアがゲームカウント2対1で勝利しました。